太宰府インターチェンジは、福岡県太宰府市と大野城市にまたがる、九州自動車道、福岡高速2号太宰府線のインターチェンジである。太宰府市のほか、大野城市や福岡空港などへの、最寄りインターチェンジとして機能している。また、都市方面から福岡市へ向かうときに便利で、福岡市と九州各県を結ぶ高速バスのほぼ、すべての便が経由するなど、 通行台数が非常に多く、朝夕ラッシュ時や行楽シーズンは、鳥栖方面から降りる車で渋滞が発生することがある。筑紫のインターチェンジ開業までは、筑紫の市への最寄りインターチェンジでもあった。鳥栖方面は東 IC を境に交通量が急増し、久留米まで片側3車線区間となる。福岡方面は片側2車線である。 鳥栖方面から東インターをキーンとした渋滞が多発していたため出口の改良が行われた。西日本高速道路九州支社道路管制センター福岡県警察高速道路交通警察隊本体が隣接している。九州各地と福岡を結ぶ多くの高速バスやその他のマイカーなどに対応するため ETC 専用レーン。 一般用例園とも数が非常に多くなっている。バス停留所を併設しているが、2016年3月26日に、西鉄高速バスの北九州久留米線が廃止され、停車する路線が消滅したため閉鎖されている。北九州久留米線のほか、かつては北九州佐賀線の笠崎号も停車していた。なお、北九州熊本線、銀南号や、 北九州長崎線の出島号は通過していた。ありがとうございます。